勝時駅は、東京都中央区勝時2丁目にある、東京都交通局大江戸線の駅。駅番号は、e、E17、中央区最南端の駅。大門駅、勤務管理所門前中町駅、勤務区が管轄し、東京都営交通協力会が受託している。短式ホーム2面2線を有する地下駅である。出入り口は6カ所あり、そのうち2カ所は開業後に共用されたものである。 特に A2 出入口は朝ラ主事の混雑が激しかったため2003年にそのバイパスとして A2 ビット出入り口が新設された。これに伴い現在は平日の7時から10時まで A2R 出入り口を入り口専用 A2 ビット出入り口を出口専用としている。A2 ビット出入り口はエスカレーターが通常上下1機ずつ稼働しているが当該時間帯は2機とも上り運転となる。 ホームと改札口、改札口と A4 ビットで入り口との間にはエレベーターが設置されている。勝計器では上降人員の増加への対策として混雑緩和のために大規模な改良工事が行われている。現在の島式ホームの南側に外回り用のホームを増設するとともに従来の島式ホームを内回り専用とすることで内回り外回りのホームを分離。 合わせて南北で分離されているコンコースをつないで拡大するというものである。この改良工事は2010年度から行われており、2019年2月11日に共用を開始、都営地下鉄では初の変則相対式のホーム構造となった。地下1階土地上との出入り口も一つ新設し、エスカレーター増設も含めたすべての工程は2020年6月完了。 総事業費160億円を見込んでいる。2020年度の1日平均乗降人員は74,928人である。大江戸線内では新宿駅、大森駅、六本木駅に次ぐ第4位で都営地下鉄前線の単独駅では最も多い。開業当初に想定した1日平均乗降人員は約2万8,000人だった。しかし開業後、 当駅の周辺地区であるハルミや勝キなどで高層マンションやオフィスビルなどの大規模開発が相次いだ。特に2001年4月にハルミアイランドトリトンスクエアが開業すると、その最寄り駅である勝キ駅の乗降人員が大きく増加し、開業から2年後の2002年度に乗降人員が6万人を超えた。平日朝のラッシュ時は通勤客で激しく混雑するため、 誘導警備員が配置され、動線確保が行われている。開業以来の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。高層マンション、勝時ビュータワー賃貸マンション、ブリリアイストタワー勝時もより手流所は、勝時駅前、勝時駅、勝時橋南詰めの3カ所がある。このほか、駅南西の新島橋を渡った先の間に通り上に、 東京 BRT の勝時 BRT、停留施設が設置されているが、当駅から約400メートル離れており、乗り換え案内はされていない。ありがとうございます。